決戦前夜、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。7月29日木曜日、はい、というわけで、我らがね、下関が世界に誇るね、スーパーヒーロー原沢久義選手、いよいよね、30日オリンピックね、試合がね、開催されますということで、ここまでね、日本柔道、メダルラッシュ、本当に金メダルラッシュですごいなというようなね、流れになって、良い流れでね、来てますので、期待したいと思います。というわけでね、数日前に、応援グッズが欲しいなと思ってですね、もうアマゾン様でね、ひたすら連打しておりましたけれども、届きました。まずは、原沢選手ね、名前入れたら出てきた日本柔道ね、最重量級の復活する日というね、まさしくね、7月30日ね、明日この日でしょう。かっこいいですよねこれ。はい、続きまして、見本がねこっちなんですけど、現物がね届きましたところ、現物がね、わかるかなこれ、思いのほかねペラペラでね、びっくりしました。開けてみたいと思います。もっとなんかね、このタオル的な感じでね、こうひらひらーとマントみたいなねイメージしてたんですけれども、思いのほか、ペラペラな日の丸。これはどうですかね。そしてこんなもんか、ペラペラですけどね、まあ、こんなもんちゃこんなもんか。はいはい、続きま、あとおまけでタトゥーシールね。はい、続きまして、見本がこれです。で、実際届いたのがこれ、しっかりメイドインチャイナって書いてますね。はい、開けてみたいと思います。あれ、分かれてるんですね。自分でつけなさいってやつですね、旗が。はい、そして、あ、これは結構、まあ、さっきと同じようにね、あの日の丸タトゥーがいっぱい入ってます。そして、おお、これね、ライブとかでおなじみのこの手首につけるやつ、ジャパン。これはなんか意外といい感じかな。で、糸くずがいっぱいついてますけど、必勝ハチマキ。日本バージョンハチマキで、旗いっぱいやな。はい、というわけでね、ちょっと マントだけね、もうちょっとなんかタオルっぽいやつがあるかなと思ったら、結構あの普通のねペラペラのやつやったんで、っていう感じですけどもね。はい、というわけでね、最後とどめ、必勝といったらねだるまでしょうっていうことでね、久しぶりにねだるまゲットしました。はい、だるまとともにお送りしようと思ったら画面が消えちゃうのでだるま置いておきます。はい、というわけでね、応援グッズもね無事に届いたところでね、まあ、本当だったらね、柔道着ね欲しいなと思ったんですけれどもね、Amazon 様でね調べたところ、でせっかくね、柔道着買うんだったら、なんかカラー柔道着がね、なんかオリンピック見てたらですね、もうなんか昔はね違和感あったんですけどね、もう今なんか、あ、普通に
青でもいいなという感じだったんで、なんか青の方はなんか、ああいうねオリンピックの時ぐらいしかね、青国際試合とかまあなんか普通の日常でね青の道着を見ることがないんでね、青の道着が欲しいなと思ってですね、バーッと調べたんですけどね、まあ一番安いのでも、7月30日にね届かない、まあ全部調べたんですけどね、7月30日に届くやつがなかったんで、で同級生がねあのスポーツ用品店やってますので、ちょっと久しぶりにね電話して問い合わせたところ、今シーズンじゃないんで置いてないということで、でびっくりしたのがね、あのガチのああいうオリンピック選手とかね、ああいう日本のね一線級の人がね着てる道着っていうのは、5万ぐらいするらしいんですよね。で我々授業とかでね、学校の授業とかで買ってた柔道着っていうのは4,000〜5,000円ぐらいであるらしいんですけどね、物が違うらしくて、そんなするんやーって言ったからね、びっくりしましたね。はい、まあ、ちょっとねあの道着はね、手に入らなかったんで、まあちょっとねあれなんですけれども、しっかりね今日は応援していきたいと思います。はい、はい、というわけでね、まあこんなね盛り上がってる最中ね、悲しいお知らせというかね、まあ、どんどんね、感染拡大しておりますけれども、とうとうね、東京の方が3856人ね、なりましたということで、で山口県も16人ね、出ましたけれども、下関の感染者数はゼロ。すごいですね。下関ゼロ。今のところ日本で一番安全なね、町なのかな。というような感じでございます。はい、で、今日のねお弁当は今日もね暑かったですけれどね、今日ね速乾でしたね、びっくりしましたね。もう、朝作ってたら当日のねあのフェイスブック予約が2件ね大口いただきまして、で途中ねあの売ってたら、これまたねフェイスブックのね お友達の、マダムがね常連のマダム様が、買いに来てくださってね、大量にね、買ってくださって、焼き鳥も全部ね買ってくださって、で、早かったですね、もう、12時過ぎぐらいにね、もう15分ぐらいにねもう完売してましたね。で今日が、トータルで21個ね売れましたということで、久しぶりにね20個、月曜日以来ですかね、20個売れましたね、21個、19日以来ですかね、21個売れたのは。はい、というわけでね、しっかりね1万円ね稼げました。で結構ねその売り切れた後もね、お弁当ありますかというねお問い合わせというか、ご来店くださった方がねたくさんいらっしゃったので、あ今日は数さえあれば30個ぐらい売れたなという感じだったんですけれども、これをね実際30個作ってたらね、ダダ余りしてると思いますので、まあねこの今の季節に合ったね売り方をしなくちゃいけないなと思いますと。はい、で先週のね4連休からこうね下降気味だった流れなんですけれども、暑さはねまあより暑くなってるんですけれども、なんかもう皆さんねその夏の暑さに慣れてきたのか、だいぶね外に暑くてもねお昼なんかちょろっとお弁当需要がね戻ってきたような気がしますので、またちょっと8月もね意外と暑さに慣れたら20個ぐらいだったら売れるかなというようなちょっとね感触が出てまいりましたので、まあ明るいね兆しが見えたなという感じでございます。はい、で夜ですけれどもね、今日ね暇やったんですけれども、中盤から後半にかけてですね同級生がね、ご支援にね、来てくださって、お仲間をね連れてきてくださってね、がっつりやってくださって、で終わってみたらですね昼夜合わせてなんとプチ炸裂でね終了しました。ここへ来てね、昨日はね思いっきりナイアガラで食らいましたんでね、で今日が感染者数がね昨日に引き続きね、激増で3856人だったので、で全国のね感染者数が1万人超えましたのでね、あこれは今日も終わったかなと思ってたんですけどもね、後半ね、ちょっと同級生がね、ご支援に来てくださってね、なんとね、
昼夜合わせて、白星でプチ炸裂ということでね、本当ありがたかったですね。で、今ね絶賛7月のね追い込みウィークということでね、追い込んで昨日ね思いっきりこけましたけれどもね、なんとかね踏みとどまったなという感じでございます。では、あと残りね週末の30、金、土、30、31日でね、なんとか、盛り返して、コロナ以前のね売り上げを超えていきたいと思いますので、皆様ね、ご予約の方もねお待ちしております。よろしく3232169までお願いいたします。で、チャンネル登録の方が、242人高止まりとなっておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、グッドボタン、またボタンはね誰が押してるか分かりませんので、お気軽にね押してみてください。でね、営業ね終わったぐらいかな、まあ、原沢くんのね同級生でもあり、うちでねバイトしてくれてたね、昔バイトしてくれてた、イケメンヤマトからね LINE が来まして、まあねちょっとねとうとうね夢が叶ったなっていうようなね、思いはね、思えばね叶うんだなというようなね、感動的なね、出来事がねございまして、ちょっとね、まあ、時期はねだいぶ まだ先になると思いますけれどもね、夢が叶いましたね。まさかのね会いたい人に会える幸せね、いやーこれはすごい、衝撃が走りましたね。はい、というわけでね、世の中ね捨てたもんじゃないなと思ってですね、本当にねちょっと生きててよかったなと思いますしね、コロナ禍1年半経ちましたけれどもね、店もね潰さずになんとかね生き残ってきてよかったなって思えるようなね、本当にね今年ね一番嬉しいぐらいのねニュースでしたね。これはね、まあちょっとここでは言えないですけどね、いやーしびれました。というわけで、さあいよいよね、7月30日我らがね、下関が世界に誇るねリアルスーパーヒーロー、原沢久喜選手出陣ということでね、だるまちゃんとともにね応援していきたいと思います。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。終わります。